吉田豊作は日本の俳優である。本名、川崎純二郎。新派、井上正雄門下のお山から映画俳優になったことで知られる。1888年5月5日、広島県佐伯郡五福島町、あるいは道県広島市大須賀町41番地に生まれる。旧姓、五福島人上小学校を卒業後、1908年。 同県呉市の御座に下田平作の一座が巡業できた時にこれに加入して俳優となり以降井上正男の門下に入る日本映画データベース並びに文化庁の日本映画情報システムによれば1915年9月に公開された登場の秘密に井上とともに出演しており本作を制作 配給した天然食活動写真で翌1916年までに井上と共に数本に出演している。1917年には同社の創立者である小林喜三郎の小林紹介で井上と共に映画に出演している。1920年には国際活営に井上が招かれて同社が新設した角はず撮影所に入社、吉田もこれに同行している。 日本映画俳優全集男優編における、田中純一郎の記述によれば、翌1921年4月24日に、公開された、ば椿が、井上正夫の初主演作であり、吉田と予作の映画デビュー作であるとのことだが、上記のように井上も吉田も、すでに天活、小林紹介で、多くの出演作があった。田中によれば、同撮影所では、 三作の井上主演作が計画されていたが、第三作、水彩画家のセット撮影寸前の同年7月に、撮影所が閉鎖され、制作が中止になったという。1922年、井上と共に、小竹蒲田撮影所に移籍、翌1923年4月1日に公開された、アーム城第一辺放浪の巻に、出演、主役のジャンバルジャンを演じる井上を、 ミュリエル複製の大役で支えたが、この第一編を最後に、井上はじめ座を離れ、日活向島撮影所に移籍している。同年に発行された現代俳優名鑑によれば、吉田は崇拝の欄に、井上正雄氏と答え、系統は、松竹記念までありながら、出勤は、日活撮影所と答えている。当時、吉田は、 東京府東京市本郷区駒込新名町187番地に住み、身長は五尺三寸二分、体重15貫6000本目であったという。同年9月1日に起きた関東大震災で、同撮影所は壊滅、全機能を日活京都撮影所に移し、現代劇を制作する第二部を創設した際に、吉田も移動している。1925年には、 小竹鎌田撮影所に復帰したが、翌年早々、兵庫県芦屋市の帝国記念前芸に移籍している。芦屋撮影所の閉鎖後は、小坂撮影所に移り、1929年まで在籍した。1940年6月1日死去、万52歳没。同年7月1日付の京都日出新聞に、二代目、市川佐団寺、四代目、 一川一十郎、二代目、一川段九郎、柴田善太郎、森三之助と共に演劇人として荒本にあたっての報道がなされた。大正三年に神戸で殺人を犯した犯人を、京都七条警察署の百合刑事が捕獲して殉職した事件があった。これを、日活京都第二撮影所が一週間後には、百合刑事として映画化し、大変な人気を呼んだ。ところが、 ゆり刑事役の藤原邦次郎は全く評判にならず、犯人の井上武雄役の吉田が大評判となった。この役柄が世間にはよほど印象的だったようで、映画の後、吉田が街を歩いていると、これを見つけた通行人が交番所に走り込み、あそこに殺人犯が歩いていますと訴えた。警官が吉田を捕らえて尋問したところ、ゆり刑事で犯人役だったことがわかり、 大洗となったという。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品についてはほぼ現存しないフィルムである。資料によって タイトルの異なるものは平気した。すべて制作、配給は、天然食活動写真、すべてサイレント映画である。すべて制作、配給は、小林紹介、すべてサイレント映画である。すべて制作は、国、かつすのはず撮影所、配給は、国際活影すべてサイレント映画である。すべて制作は、小竹か田撮影所、配給は、 焼竹キネマ、すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活向島撮影所、配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活京都撮影所、配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、焼竹蒲田撮影所、配給は、焼竹キネマ、すべてサイレント映画である。すべて制作は、 帝国キネマ、アシア撮影所あるいは帝国キネマ、小坂撮影所、配給は帝国キネマ演芸、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。